両法寺は、東京都八王子市日吉町に所在する寺院。宗派は、日蓮州。三号王、松江山と五氏、松江山、両法寺を正式名称とする。八王子七福神の一つである新森部財天が、祀られている。また、入り口に設置される。旧本山は大本山本国寺。電子宝園。上記の通り部財天を祀る寺であるが、 神仏集合の風習を残しており、ガラン内に神道における、農商、茂の神で、いわゆるウガ神であり稲荷神である宇賀の御霊神,神を、祀る、稲荷堂が廃されている稲荷信仰の寺でもある。そのためを使いとして稲荷神としての狐と、水神である、ベザイ天の使い、内氏は、ウガ神の化身としての白蛇も、信仰の対象としている。稲荷神は、熊谷稲荷、 お祝いなり、文語稲荷、最上稲荷、笠間稲荷、豊川稲荷より行われ、これら各、稲荷寺社の主遇、指示としての性質を持つ。三大館人により外国展及び竜神をも祀る。また、別財天を祀る寺社には珍しく、単に音楽、芸術や水神としてのご利益だけでなく、縁結びもその主なものとして挙げている。萌え看板コスプレ姿で歌う、とろび当時が、 萌え寺と呼ばれるようになったのは、2009年5月、寺の入り口に萌え警備少女イラストが描かれた看板が設置されたことによる。誰でも気軽に入れる雰囲気づくりのため、また、当時に祀られている新森部材店が、音楽、芸術の神であることから、住職の十数年来の友人で、檀家の孫である広告企画会社八福社長、三井和人の紹介により、声優、 イラストレーターのトロビが起用され、ベザイ店をモチーフにしたトロベン店ンなど、トロビのイラストによる案内看板、携帯サイトを制作する。これにより、若い男性の参拝客が増加した。2009年には、何これ、チン百景で、燃えるお寺として放送され、メガボルトチンを受賞している。また、八王子町祭り期間中の2009年11月21.22日に、 境内でメイドカフェを2010年1月には持ちつき、同年4月にメイドカフェを開催した。2010年8月には、両方寺レコードレーベルにより、トロ弁天店のコスプレ姿でトロ、美が歌う両方寺 CM、テーマソング、テラズキュン、愛の両方寺、が完成。両方寺本堂の配布出所は、もちろんのこと、同年夏以降のコミックマーケット、 サーファーズパラダイス企業ブースにおいても反布されている。2010年10月には、宮川武主元圭による萌え仏像、トロベンテン像が完成し、11月7日に、トロベンテン像放納祭が行われ、トロベンテン像の除幕式などを行った。今後は、インターネットラジオも放送予定である。2010年のコミックマーケット79では、が、歌間、レ、ジェンズが発売された。 2011年2月には NHK ワールド TV の気候番組ジャーニーズインジャパンでカラフルテンプルツアーの回で放送された。ちなみに住職は最初イラストを見た際は愕然したというが設置に関しては家族や団家にも相談したが可愛いからいいんじゃないと特に反対もなくあっさり決まったという。角川書店発売の四コマナエ a ボリューム1から18にて ようこそ、両方寺へ、お、連載、炭鉱本前一巻。ありがとうございます。